韓国プロ野球富山ベアーズ外野手のアントンスは在日韓国人賛成だ。アントンスは昨年の二次新人ドラフトにおいて10ラウンド全体99順位で富山ベアーズから指名を受けた。日本の早稲田実業高校と早稲田大学を卒業した後、日本のプロ野球への挑戦に失敗して挫折を経験したが、 夢を諦めずに社会人野球チームで野球を続けた。その結果、アントンスは昨年警ボリーグの使命を受けることに成功し、プロ野球選手になる夢を叶えた。新人の中では、チーム内でただ112次春季キャンプの日程をすべて消化した。独自の練習試合などでは新人らしくない技量を披露し、 一軍合流の可能性を高めている。まだ韓国生活には完全に適応できていない状況だ。在日同胞ではあるものの、未だに文化的な壁などを感じている。そのため、同僚からのサポートはありがたい。26日、ソウルのチャムシル球場でチーム練習を終えたアンキオンスは、 野球についてはキムインテがサポートしてくれていると述べ、個人的な部分ではパクセヒョクとチョンスビンがよくご飯に連れて行ってくれると感謝の気持ちを伝えた。